試される日本人としての純度、粘膜から抽出される微量の成分があなたの日本人としての資質を数値化するというですね、日本人のがこれで分かるっていう、日本人だなって思う瞬間って、靴を家の中で脱ぐ、どこ行っても自分は部屋入ったら靴脱ぐっしょっていう、どう考えてもそっちの方が優れてる気がするんですよね、うん、結構強要しちゃいますよね。だから室内は土足禁止運動を世界中で展開してるのは私です。